エウジェニーオ・カラビは、イタリア王国ミラノ出身のイタリア系アメリカ人、数学者。ペンシルベニア大学の名誉教授であり、研究分野は、微分器科学、変微分方程式である。カラビアウ空間を、微分器科学の立場から研究したため、カラビ予想の由来にもなり、中国系アメリカ人数学者のシンイコール・キュンヤウと、共に、カラビアウ多様体に、名が残っている。 1946年、マサチューセッツ工科大学の学部生時代に、パットナムフェローを受賞した。1950年、プリンストン大学で PhD を取得する。なお、カラビの指導教官は、ボホナー積文になお残すアメリカの数学者、サロモン・ボホナーであった。その後、ミネソタ大学で教授を務めた。1964年に、ペンシルベニア大学で数学を教え、 1967年には、ラーデマッヘルの定理に名を残すドイツの数学者、ハンス・ラーデマッヘルの引退に伴い、トーマス・エース・コット教授職に任命される。1991年、微分幾科学の研究の実績で、アメリカ数学会から授与されるスティール賞を受賞。2012年、アメリカ数学会フェローに選出される。アメリカンメンウィメン・オブ・サイエンス、トムソン・ゲイル2004。 エウジニオカラビ、マスマティクスジーニアロジープロジェクト、ハットリストオブフェローズオブザ、アメリカンマセマティカルソサイティ、リリーブド2012年11月10日。ありがとうございます。